猫屋敷まゆ、CV 上田玲奈、アニマルタウンに引っ越してきたばかりの中学2年生の女の子。飼い猫の雪が大好き。友達を作りたいが引っ込み思案で勇気を出せずにいる。手先が器用で、手芸が趣味。自分が作ったもので誰かが喜んでくれることが嬉しい。ほう、猫屋敷まゆさん、泥棒猫屋敷まゆだった？これは想定外。お似合いじゃん。サトルキ様、裏切ったな。本体のメガネがないから大丈夫。まだ名字が変わってないからセーフ。公式はサトルまゆ推し、と。まゆはなぜマカロンをつまんでいるのか。二人がどうこうってよりもなんでマカロンつまんでるんだろうって方が先に来てしまう。単にまだ人数少ないからサトルくんで埋め合わせてるだけだと思う、けど。雪と大福が人間になったらそれぞれの収まりも良くなるんだろうけど今のあまり物組で並んでるのが絵になりすぎる。眉サイドポニーより髪下ろしてたりアレンジしてる方が可愛い、可愛くない？数合わせなのかもしれんがこの二人だけツーショットになることに塗り絵の監修はなんとも感じなかったんだろうか。まあ毎年のことだしそんなに手間をかけないんだろうが。サトルお前それバスローブかと。こうしてイロハちゃんの脳を破壊する。脳破壊イロハは見たいか見たくないかで言えば見たい。猫屋敷に目移りしてんじゃねえぞと山。泥棒猫屋敷の五感が強い。なんならイロハちゃんに恋愛相談してほしい。完全に偏見で申し訳ないが猫屋敷お母様はマジで泥棒猫の雰囲気がある。サトルくんはともかく猫屋敷がサトルくんに惚れるのはすごいありそう。まあサトルくんレベルのいいやつなら免疫のない女の子コロッといきそうではあるが塗り絵だから当たり前なんだけど色が白いせいでウェディングっぽくなってるのに耐えられない。富山猫屋敷さんはただのキープ。本命はあくまで犬飼いさんだよ。大福サトルはそんなこと言わねえ。ちょっと誰ですかあの女。私のサトルくんにくっついちゃってムッキー。しかし顔がいい女だな猫屋敷。なんか女児向けの何かの絵本みたいなやつで、まゆちゃんとサトルくん二人のイラストが数点しかも一つは新郎新婦衣装ある、みたいなのを TL で見かけて、サトルイロハの私は無事にダメージを受けました。イロハちゃんが小麦と通所になってサトルくんがまゆちゃんと通所になることが多いせいで、まゆちゃんが泥棒猫屋敷って呼ばれてる。メインの小麦とイロハを大きく扱ってサブキャラのサトルと猫屋敷をニコイチにしただけなんだろうけどそれがとんでもない事故を引き起こしてる。見た目はお似合いだな。メガネ外したら歴代一のイケメンじゃねえかクソが。サトルは学校でおなごにモテるタイプかな。中学くらいだと物静かなインテリ系ってあんまりモテなくない？おとなしくても背が高くて雰囲気が柔らかいタイプは隠れファン的にひっそりモテるのでは。こういう塗り絵品だとあまねんで見たかったな。見損なったぞ新品だ。本命以外への匂わせは長引かせるな。品だポイント減点。サトルの話題が出るたびにちょくちょく引き合いに出される品だ。サトルくんとまゆちゃんの騒動を見て思う、カップリングの話題ってすごいのね。富山サトル、猫屋敷まゆに乗り換える、何があった、例の塗り絵本。これはどういう意図で描かれたんだマジで、そういう設定でもすでにあるんだろうか。冷静に見ると主人公の友人が二人並んでるだけ、グリッドマン同盟みたいなもんですわ。最終的にこの二人が友達の友達くらいの距離感だったらそれはそれで面白い。猫屋敷は女子の友達全然できなくて見かねた優しい男子が絡んでくれるものの結果としてそれでさらに女子に嫌われてさらに友達できなくなるってのが容易に想像できてな。ラガンサトルくん偉いイケメンと思ったけど前髪もちゃんとセットしてるんだな。別に眉一人だけでも構わないのにサトルも絶対に入れるというあの強固な意志は一体。富山サトルは想像より有能すぎて多分猫屋敷まゆのカウンセリングもするぞこれ。まゆちゃんとサトルくんが仲良くなるとサトルくんってボーイフレンドができたのよとパパに報告されてしまう。ほんとサトルはすごい待遇いいな。でサトルくんはそういう子が好みなんだ。男に免疫ないからサトルにすぐ惚れそう。なあねえと言われ愛されていた猫屋敷まゆがまさかのサトルとくっつくに追わせ。この奇世界本はまずいって、今後イロハとくっつこうが先に猫屋敷まゆと結婚式を挙げたという記録が残るんだぞ、サトル。人間雪解禁前だからってのもあるが完全にカップルに見えるだろうが。サトルよりもまゆちゃんに驚きなんだが男に興味あったのが。
マユは勇気っぽすぎていてほしいだもん。サブズリのマシェリとアムール的な女の子同士の雰囲気でいてほしいからサトル君になったら最初期待すぎる裏マユそんなに出演してないけどそもそも設定でサトルから弱公式で決定してるからそこはユーザー好きとして単なるエコに決まりでもサトルエロ氏にとっては本当に嫌いな気持ちよね。こんなプリキュアは嫌だ。猫屋敷マユ、プリキュアになるからサトル君のことが好きになるからサトル君は犬飼いのことが好きと気づくから精神的葛藤から闇落ちしダークサイドに。俺はそれも見たいんだが。ニコ様に寝室にお持ち帰りされるイロハを目撃して曇るサトルとか見てみたい。ニコ様って性別わかってたっけ？わからんけど仮に女同士だったとしても何か問題でも？友達二人が幸せで祝福するのだけどなぜか涙が出てくるイロハちゃん。おデートまでは許せても結婚式はやりすぎやで公式さん。なんか白茶でちょっと似たようなことになった記憶が。ワンプリってプリキュアに変身する人の名前に動物の名前入ってるよね。犬飼いロア、猫屋敷マユ、そして富山悟。まさか君も。今のところ猫屋敷マユちゃんより悟くんの方がプリキュアになりそうを裏出してるでしょ。現状猫屋敷マユさんより悟くんの方がプリキュアになるの早そうに見えるのくさ。富山悟は面白みがないぐらいに好青年でありつつ同級生に恋する普通の男の子の一面もちゃんとあるのが面白いところなんだけど、猫屋敷まゆは普通に裏も表も面白い女なんだよな。富山悟は品田よりちゃんと恋愛できそうで、猫屋敷まゆは悟といろはのどっちを取り合っても負けそう。まだプリキュアになってないのにリアル生傷もネット生傷も増えていく。この後の足も傷だらけだよって何気ない告白でマユちゃんの素足イメージして興奮した人を襲う。傷だらけの足にミニスカの制服、僕が舐めて直してあげる。公式がサトルマユとかいう新しい概念出してきて笑うしかない。サトル色に落としておいてこれはひどい仕打ち。公式でサトルマユをし始めたらガチでしんどい。言わないでしょ、そんなことサトルマユ、言わないよね。私はサトルマユなんて認めない。前作のヒロプリに続き公式は三角関係が好きみたいだな。品田まだ本編で会話すらしたことないのにウェディングサトルマユはヤバすぎ笑い。ウェディングサトルマユは幼女先輩に存在しない記憶を植え付けてしまう。サトルマユの塗り絵で脳破壊されてる人めっちゃいてくさ、大人の事情でああなってるだけだと思ってるからマジに捉えるな安心せい。各議論はともかく幼い時から絵本でオシャレを学べるこの商品は素敵。大人になってから学ぶのめんどいから。サトルマユの恐ろしいところは猫屋敷のお姫様度が未知数なのでどこまででも妄想させてくるところ。なんか手繋いでるようにも見えてきて末期だわ。もし学校とかでサトルくんがマユちゃんに親切にしたのをきっかけにマユからサトルからイロハの構図出来上がったりしたら地獄だな。にっこり。格としてはサトルイロが好きだけど見た目だけでいくとサトルマユの方が髪色や目の大きさとか似てて夫婦感があるから難しいところなんだよな。サトルイロじゃなくてサトルマユってなったけどこれ真っ先に壊されるの。イロハでも大福でもなくてめいめいやろなって思ってしまったのでダメー。サトルマユについて数日考えてたけどイロハアレムでサトルマユコムでイロハちゃんをラブコメのごとく取り合い結果小麦が選ばれた世界線で悲しみを埋め合うための関係性なのか。今サトル色で検索したらみんなサトルマユは解釈違いとかサトルマユよりサトル色派みたいなツイートばっか流れてきてくさ。まあそらそうか。サトルマユとか絶対にありえないのに勝手に騒ぐファンたちおとなしくして。9割9分はサトル色いいよね派なんだけど残り1分でサトルマユもありだなと思っている自分がいるんだ。本当に申し訳ない。サトルマユじゃねえんだよ。サトルと小麦とマユが色派を取り合うんだよ。解釈違い。この色の結婚式に参列してるサトルマユかもしれねえだろ。そして新たに始まる恋のヒストリー。猫屋敷マユ、優しくされたらすぐ惚れるのでサトルくんに恋心を抱くなどしてイロハにツンツンしだすけど、優しいイロハに申し訳なくなってしおしおと意気消沈しそうなところ可愛いね。と思うなどして猫屋敷会を楽しみに待っている。公式もちゃんとサトル色主張するし主流はサトル色だけど一部ファンはひっそりとサトルマユをたしなんでいる、に落ち着くと思うんだよな。サトルマユ真相気になるので早く続きが見たい。ただただこの小麦ちゃん、そかわいかった。アニメワンダフルプリキュア、毎週日曜日朝8時30分から好評放送中です。ご視聴ありがとうございました。